さんこんにちは。いけばな命名100、主催の村上モンドです。Hello everyone, my name is Mondo. I'm a Japanese Ikebana artist and instructor living in Kyoto. 今回のいけばな分解術いかがだったでしょうか。今回はアガパンサスを使った色彩盛り花の作品をご紹介しました。アガパンサスが咲くといよいよ夏がやってきた、そんな気分にさせてくれますね。また今回は真っ赤なバラと黄色いコギクを取り合わせた色彩盛り花となりました。紫、赤、黄色、なんとも時代を感じさせるクラシックな取り合わせですね。それではまた次回をお楽しみに。花はそれぞれ、人もそれぞれ。 Love to live with flowers. Thank you for watching. ご視聴いただきましてありがとうございました。